皆さん、こんにちは。テリオンの、ブレス、オブ、デス、始まり、始まり。うわぁ、いきなり変なのが出てきたんだぜ。血まみれネズミ、巨大カニ。どっちも赤い生物だね。あ、一撃だったね、わらわら。前回のあらすじとしては、2番目の町に到着後、雑魚敵の強さに驚き、どうしたものかと考えているところだよ。レベルも上がりにくいんだぜ。ドラクエみたいに街の周りを回って、ひたすら敵と戦って、レベルを上げる作戦中なんだぜ。それにしても敵の攻撃が痛いんだぜ。結構経験値ゲットしてるのにな。また赤い集団だぜ。悲しい、一撃だわらわら。この組み合わせは脅威なんだぜ。前回の動画を見てくれたらわかるんだぜ。あの蛇は、スタンさせてくるんだぜ。スタンが決まると、デムとサラの連携技が使えなくなるんだぜ。サラがスタンしてるから、デムが必死にデスブロー使ってるんだぜ。一体には誰が名義なんだけどな。ああ、ピンチ。前回の二の舞か。ここでウプ主が気づく。なんかサラすごい呪文覚えてない？あ。こんなところでエスケープを使うことになるとは。次回からはサラの魔法使ってくれるかな。ドラクエならめちゃくちゃ強いんだけどな。レベル40ぐらいの勇者ぐらいの能力っぽいよね。ぐらい、がやたらと多いなわらわら。待望のレベルアップなんだぜ。守備力上昇魔法なんだぜ。デフという能力値がよくわからないんだぜ。でも守備力なんじゃない？それなら MP 使用しない方が有利な気がする。しかも全体魔法だし。まあ、ラリーってのも全体魔法ポイントだぜ。英語としては結集するって意味らしいな。ウプ主はラリーを選んだんだぜ。まあデフの表記の意味がわからないから、MP 使う方が多分いい効果だろうって感じの選び方だよね、わらわら。血まみれネズミやたらと出てくるなぁ。ああ、連携技が決まらないと厄介だね。決まったわらわら。それにしても、なんかさっき改良してなかった。私クラスになると改良もできるようになるんだぜ。画面圧迫してるがなわらわら。サラレベルアップ。プラス、1、ヒット。マナ、リゲン。戦闘終了後 MP 回復。これは、マナリゲンだろう。悩んでるね。やっぱりマナリゲン。疲れたので休息するんだぜ。私も休息するんだぜ。紅茶飲みたい。ああ、またもや戦闘。紅茶ぐらい飲ませてよ。仕方ないんだぜ。ここはブラック企業なんだぜ。紅茶も自腹なんだぜ。会社の金で飲めるとでも思ったのか。なんてこった。すでにカップにパック入れてスタンバってるんだぜ。ややこしい日本語を使うんじゃないんだぜ。前回から気になっていたんだけど、その喋り方まさか。そうなんだぜ。奇妙なことなんだが、いつの間にかこの喋り方になっちまってんだよー。
落ち着け、虹村奥安。誰が、奥安だって。うわぁ、紅茶のパックの紐を湯の中にぶちまけちまったじゃあねえか。どうしてくれるんだよー。ザ・ワールド。なん、紅茶のパックがどうしたって。あれ、今確かに紐が湯の中に入っていたのに。パッパッパ、見間違えるなんて、どうしようもないやつなんだぜ。そうこう喋っているうちに戦闘が終わってるんだぜ。そういえばキャラ設定がブレブレなんだぜ。そろそろしっかりした方がいいんだぜ。そうだな。一応編集はゆっくりムービーメーカーってのを使用しているんだけど、デフォルトでは私が霊夢、私がマリサなんだよね。そして私がヨウム。まあけど私はサラってことで。俺はデムだな。デムは寡黙だからほとんど喋ることはないと思うけど、まあサラはたくさん喋りそうだよね。そうなんだな。ところでさっきの喋り方の話なんだが、やっぱりあの漫画の影響じゃねえか。漫画というよりかはアニメの方だな。第5部の設定がいいんだぜ。リモールと。あ、貴様、似ているな。ジョセフ・ジョースター、レイムも似ているということで。まあ国民的漫画だよ。世界的にも知名度高いんじゃない？多分そうだろうね。うつ主は6部までは漫画で全部読んだんだぜ。好きなのは2、3、5部だって言ってたぜ。まあ冒険者が好きなうつ主の思考に合っているような気がするんだぜ。何気にピンチだったな。いつの間にか手元にミルクティーがあるんだぜ。時間を飛ばしたからな。認識できるやつはいないはずなんだぜ。キングクリムゾンか。めちゃくちゃかっこいい名前だよね。そうだよね。ジョジョのスタンド名はバンドの名前なんでしょう。大体そうだと認識しているんだぜ。まあ3部に関してはタロットカードとか神様とかの設定があるからな。それにバンド名だけじゃなくて楽曲名も使われているんだぜ。まだ5分しか経過していないのか。おお、これこれスノーストーム。これをサラがいつから使っていたのだろうか。ジョジョの話しだして全然戦闘画面見ていなかったんだぜ。ゾンビ狼。確かに全然戦闘画面見ていなかったな。もう少しちゃんと解説しないといけないよね。ゾンビ狼は吠えることで全ての敵の攻撃力を上げる。結構厄介だよね。複数で敵が出現するから全体攻撃ばかりするとすぐに MP がなくなりそうになるんだよね。サラは MP が高いけど、デムは攻撃に特化させてきたからちょっと MP が少ないんだよね。まあこんな事態になるなんて想像できなかったし。強いモンスターが1体ドカッと出てくると思うじゃん。でもこのゲームの場合は複数の雑魚がまとまって出てくるのが基本みたいだね。字幕が見切れているんだぜ。あ、なるほど。また調整しないといけないんだぜ。お金は着実に貯まっているね。だいたいこの組み合わせか。次の動画あたりはレベル上げしていたら全部カットしようか。そうだね、編集が大変だし。わらわら。またカニか。これ焼いて食ったら美味しいんじゃない？え、なんか食中毒になりそう。しか
かも雪の嵐でやっつけたやつだし。冷凍保存ってことでわらわら、デムの次の技もなんか補助系魔法だね。攻撃力上げる系の呪文だね。こういう呪文をもしもデムしか覚えないのであれば、デムの MP かなり重要になりそうなんだぜ。ローレシアの王子みたいなキャラと思ってたのに、お助け魔法とか使うから、イメージが変わってきちゃうな。さてここでもお泊まりして。お金も貯まったし買い物なんだぜ。ヴァンパイア、リタさんの装備をあらかじめ購入しておくんだぜ。いつ仲間に入るかはわからないけどね。オタクのメガネ。まあメガネにオタクも普通もないとは思うけど、では今回はここまでということで、また次の動画でお会いしましょう。